運があるところには風が吹きます。運がいい人には勢いがあります。しかし風が吹いていればいいというものではありません。その風が強すぎるとそれは突風となり、かえってマイナスになります。強風が強風になるように、強運が強運にもなり得るのです。世界の歴史を見渡すと、国が隆盛するときには強運のリーダーが生まれています。そのリーダーのもと国が栄えるのです。古くは三国志やローマ帝国の時代からそれは変わっていません。そのリーダーの運気の上下がそのままその国の栄枯盛衰につながったりします。エリザベス女王のいた大英帝国時代のイギリスのように、リーダーの勢いが国の運になるのです。運のないリーダーが市長や県知事に選ばれると、あっという間に経済が悪くなります。会社も同じです。船井幸雄さんは、会社のすべてはトップで決まると語っています。数人の会社なら一人の力の違いは大きそうですが、数万人の組織でもトップが変わるだけでその会社が成功していくかどうかが決まります。運のいいリーダーの下で働く人は楽しんで何倍も成果が出ますが、運の悪い人の下で働いても苦労が多いだけの場合もあります。戦国時代は仕えた武将の運でその人の人生は決まりました。現代でもそれは同じです。会社や上司を選ぶときは運の強さを基準にすることです。もしあなたがリーダーなら、自分の運を上げることは大切な仕事です。あなたのグループすべての運命がかかっているのですから。リーダーとして運を上げるには、グループの人に元気を与えてあげることです。トップとして夢を語り、リスクを恐れずに前に進もうと呼びかけるのです。そういうリーダーからはみんな勇気をもらいます。その結果グループ全体が元気になり、運が高まっていきます。そうやって気を集められる人が運のいいリーダーなのです。本当のリーダーは人をリードする必要はない、ただ道を示すだけでよい。ヘンリー・ミラー。運命と宿命という言葉があります。宿命は文字通り宿る命です。生まれた時にもう決まっているのが宿命です。生まれついた時にすでにあるものなのです。一方で運命は運ぶ命、命の運び方で決まってきます。すなわち宿命は変えることができないもの、運命は変えられるものなのです。私はそれを次のように捉えています。私たちは生まれながらにして持っているものがそれぞれ違います。生まれた家の財産、両親の教育レベル、住んでいる場所などがそうです。個人的な側面では、持って生まれた才能、体格や健康の度合い、性格などはその人特有のものです。これに関しては、平均よりはるかに恵まれたものを持って生まれる人もいれば、そうでない人もいます。運命は、
いくらでも帰ることが可能ですが、宿命に制限を受けています。人は変われるのかというのは大きなテーマですが、私は普通にしているとなかなか変わるのは難しいと感じています。なぜなら、人の考え方、感じ方、生き方は宿命だけではなく、その人の育った環境に影響を受けるからです。もちろん、それらを変えることで大きく変わることはできます。宿命の制限を突破して、運を自在に操れるようになるかは、人のために動ける人であるかどうかで決まってきます。自分の得ばかりを考えている人は、宿命によって規定された人生を超えていくことができません。しかし、誰かのために真剣にしてあげたいこと、自分のエゴを超えてやりたいことに打ち込むようになると、自然と周りの人からのサポートを受けられ、制限が外れるようなのです。愛する誰かのために、無私の心で行動し始めた途端、宿命から自由になれるのです。ある有名な歌手の人が語っています。人は誰でも最初は自分のために歌う。でも、ある時から人のためだけに歌うようになる。それが一流とそうでない人の違いだ。あなたは人生の歌を誰のために歌っていますか？結局、人の役に立つことによって私たちは本当の人間になれる。マーシャ・シネター。